ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画は濃いめのガンダムオタク霊夢と、ライトユーザーの魔理沙がガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、そろそろ先行のハサウェイの紹介も大体終わったというか、そもそも登場人物少ないという話なのだけども、ある意味、登場そのものは少ないし、むしろ一瞬だけど、この人語らないと、始まらないよねっていう人の紹介をしようと思うわ。ふむ。というわけで、この人、シャーアズナブルさんよ。お、ついにか。おそらく、ガンダム知らない人でも名前くらいは知ってるって人大勢いると思うわ。赤くて3倍の人だぜ。まあ、そうね。いろんなとこのコラボの代表としてよく行く人よね。とりあえずガンダムでコラボするときは、この人。って感じだからテレビでもよく見かける人だと思うわ。ちなみにこれは、先行のハサウェイの PV と公式の画像から持ってきたわけだけど、登場シーンはこの2つだけね。めっちゃ少ないな。そうね。だから、登場シーン一瞬の癖してものすごい重要な人っていう面倒なポジションにいる人よ。なんて言ったって、ネット記事と、巴投げだけだもの。巴投げ。そんなわけで、前半はライト向けを語りつつ、世間一般から見たシャアのふわっとした解説で、ファーストガンダムや逆襲のシャアのネタバレは、少なめの予定よ。少なめってのは？誰がどこでどうなる、みたいな展開のネタバレはなし。けどこの人の正体は、という設定のネタバレはありって感じかしら。一応それは、先行のハサウェイの世界の住民たちにも知られてることだしね。後半は濃いめのガチ語りといこうかしら。当然ファーストガンダムや逆シャアのネタバレありよ。ふむ。というわけで、前半スタートよ。まず、劇中の世間一般に思われてる、ふわっとしたシャア像とは何かってことだけど、いわゆる、弱者のヒーロー。って感じかしらねー。おう、そうなのか？というか、ハサウェイにそっくりなのよ。え、そうなのか？まず、家柄から行こうかしら。ハサウェイの両親は、ブライトノアって人と、ミライアシマって人なのだけど、お父さんのブライトノアは、ライト勢の方には、親父にもぶたれたことないのに、発言のアムロをぶん殴った張本人って言えばわかるかしら。有名なセリフなんだぜ。ハサウェイのお母さんのミライアシマが、ほら、劇中で母方の血で日本がどうたらこうたらの人よ。まあ、日本人なのだけど、問題はそこではなくて、ヤシマ重工っていうね、戦艦とかコロニーとか車作ってる会社のお嬢様なのよ。ほ。本社は日本で、ヤシマカンパニーっていう巨大企業グループみたいだから、多分なんだけど、三菱重工の強化版みたいに考えてよいと思うわ。ちょっと自信ないけどね。めちゃくちゃすごくないか？うん、すごいわ。下手したらあの時代でも、全宇宙金持ちランキングしたら上位かもしれないわね。すげえ。それで父親が英雄だもの。多分、普通に生活して普通に育つだけでも、マフティ以上に多くの人を救えただろうし、おそらく、すでにコネもあるわ。地球連邦議会の議長やってたゴップって人と、未来さんのお父さん親しかったみたいなのよね。だからもうほんと、ハサウェイは政治家どころか、地球連邦大統領のレールすらもあったのよ。地位と名誉が、両方とんでもなく高かったわけだしね。まあ、全部壊れたけどね。ああ。さて、お次はシャアの家柄ね。実はこれ、ちょっと例えが難しくてね。ふむ？言ってしまえば、宇宙移民の歴史が浅すぎて、今の私たちにぴったり合う例えがいまいちないのよね。日本はだいたい2600年くらい続いてる国だから、余計に想像しづらいかもしれないわ。一応本当なら、宇宙に移民を始めてからとか、地球から最も遠いコロニーとか、ムンゾ共和国とかジオン公国とかザビ家とか、いろいろあるのだけど、これほとんど専門用語だから、全部省いちゃいたいのよね。宇宙移民の歴史とか、帰民政策とか、いやいや希望を持った開拓者もいたよとか、そんなの全部言ったって混乱させちゃうわけだしね。なので申し訳ないけど、また想像をしてみてもらうしかないわ。というと、ガンダムの歴史で起こったこと、宇宙で起こったことを、無理やり現実の歴史に当てはめてみようと思うのだけど。ふむ、現実の歴史。まず、時代は2000年ちょっと昔と考えて、西暦が始まる前よ。2000年ちょっと前？ふむ。あなたは圧政とか色々なものに苦しめられていて、傷ついて、苦しんで、自分たちは捨てられたんだ、もう未来はないんだって、人々が嘆いている時に、そんなことないよって励まして、手を取ってくれた人が現れたの。ふむ、なんて人だ？イエス・キリストって人よ。お。でも、イエス・キリストがその後どうなったかは、もう知ってるわよね。みんな悲しみに暮れたり、それぞれの道を歩み始めたり、彼の教えを広めたりってのが現実の歴史だけども、ガンダムの世界では、違うことが起こったのよ。ほう、というと？現実では、ユダって裏切り者にイエス・キリストは売られたって話じゃない？ガンダムとここの決定的な違いは、ユダがキリスト教を乗っ取っちゃったって感じなのよ。あわわわ。そんなわけで、キリスト派とユダ派でも争いが勃発して、一応ユダ派が実権を握って、
ユダは、自分の息子たちを政治の中枢に置いて、キリストが治めていた人々を統治しちゃったのよ。ちなみにユダが裏切ったってことは民衆には内緒にしてあるわ。それを広める人もいたけど、いろいろな方法で黙らせたわ。いろいろって。いろいろよ。はい。一応民衆としては、確かにキリストの件はあるけど、そもそもは自分たちを捨てたり虐げたりしてる人たちの方が許せないわけだし、表向きは親友だったということだし、直接キリストがユダを後継者に指名したって、テレビや新聞で言ってるから、まあそうなのかって感じかしら。それで、ユダ家が統治する国と、他国とで戦争が始まって、一人の英雄が現れたの。彼はすごい戦士でね。皆を虐げていた国の強い人たちを、バッサバッサとなぎ払っていったのよ。その名は世界中に知られるようになったわ。ふむ。そしてここで急展開よ。なんと、その英雄はイエス・キリストの息子だったのよ。ほっほう。それが、シャア・アズナブル。って感じかしら？ごめんなさいね、他に現実に当てはめられそうなものがなくて、すっごい宗教的な話になってしまったけど、大勢が心酔して、だけどその指導者が志半ばで倒れて、原因は裏切り者って共通点探すと、いやー、これくらいしか見つけられなくて、だけど、心の支えってのは分かったんだぜ。言ってしまえば、シャアは、宇宙世紀の宇宙に住む人たちにとっての、信仰的な意味での頂点にいる人なのよ。信仰か。経済的な頂点付近にいるハサウェイとは、同じ超エリートでも性質が違うのよね。だからシャアは、ハサウェイよりもはるかにはるかに、地球連邦の大統領への道は広かったはずよ。あれ、でもシャアって連邦の敵じゃないのか？味方だった時期もあったのよ。なので、シャアは本当に地球と宇宙の架け橋になれる人だったの。そうはならなかったけどね。パイロットの技量も、おそらくシャアの方が上かなと思うの。ほう、根拠は？先行のハサウェイの続編のネタバレはしない予定だから、現在公開中の本編だけからの描写で比較だけども。ほら、ペイネロペイからのビームを、クシーが反応するよりも早く反応して、シールドで受けたシーンがあったじゃない？おお、あったな。あれよく見るとゾッとするくらいかっこいいんだぜ。達人の動き。シャアはね、ガンダムとの戦いの時に、ガンダムが仕掛けた罠に対して、ギリギリだったけど反応して、シールドで受けてみせたのよ。俗に言う、置きバズーカっていう地味だけどとんでもなく恐ろしい攻撃よ。どんな技なんだ？ほら、クシーガンダムの決戦のシーンで、ハサウェイはビームライフルをおとりにしてペイネロペイにミサイルばらまいたじゃない？あれの、逆バージョンって感じよ。逆とは？おとりが自分で、ビームライフルが本命って感じかしら。お。シャアはちゃんと反応して対応したわ。いやすごいパイロットよこの人も。っていうか普通こんなの避けられないわよ。クシーのビームライフルを本体と間違えるのとはわけが違うわ。いつの間にかこっそり影に置かれてたバズーカが突然撃ってくるんだもの。意味わかんないわ。怖い。もちろん、この1点だけでシャアが上とは断言できないけれどね。それから、好きな女の子にかばわれたってのも共通点よね。クエスト同じく、シャアが好きになった女の子はシャアをかばって命を失ってるわ。シャア？だから、マフティの正体はシャアの幽霊とか、そういう説があの世界では結構耳にするのよ。ガウマンが、シャアの幽霊なんじゃないかってうへへへへってケネスを煽ったのは、そういうことよ。つまり、お前には教えないよバーカって煽ったの。ガウマン度胸あるんだぜ。まあつまり、シャアはハサウェイと似たようなポジションにいて、それでいて同じような傷を心に負った人なのよ。やろうとしてることも同じだしね。ただしシャアはそれを、宇宙からやろうとして、ハサウェイは地球からやろうとしてるって感じかしらね。細かな違いはあるけど、ふわっと見ればこの二人は大体同じなのよ。なので、あの時一瞬映った赤くて金髪で巴投げされてる人は、連邦に抑圧されている人たちの英雄で、すがる相手で、希望の星で、もうこの世にはいない英雄って思ってくれればよいわ。そして、マフティが現れて、みんな彼にシャアのような姿を重ねてるのよ。救ってほしくてね。けど、マフティやシャアの救うと、みんなが求めてる救うはかけ離れてるのよね。つまり、マフティとシャアは人類という種の未来と、地球の大自然を救おうとしているのだけれど、みんなは、ここの生活と、今と明日を救ってほしいのよ。だからマフティもシャアも、みんなのここの生活を無視した過激な手段を取るって感じかしらね。ふむ。というわけで、随分長くなっちゃったけど前半のシャアふわっとした解説はここまでよ。まとめると、あの金髪赤い人ともえ投げは、先代のマフティ的な人ってことよ。そして彼の目指したものを、マフティも目指しているって感じかしらね。さて、そんなわけで後半戦、シャアのネタバレマシマシガチ語りなのだけど、前半で、シャアとハサウェイは似てるって言ったじゃない？おう、言ってたんだぜ。いやー、全然似てないわ。というかシャアってクソ野郎よ。境遇は似てるのよ。ここまで辿ってきた道筋も、遠目で見れば似てるのよ。でもよく見ると全然違うの。始まりこそ、どちらも巻き込まれた被害者だけども。その次から、シャアは全部自分で行動を起こしてるの。そして全部自分でぶち壊してるのよ。というか、義理の存在がわかりやすい対比よ。決定的な違いよ。
じゃあなら、ギリを迷うことなく利用するわ。そしてなんか思ってたのと違ったら、適当に強化して戦闘マシーンにして使い捨てるわ。クエスのようにね。それに、シャアってロリコンとか言われてるけど、むしろ逆よ、この人。多分子供嫌いだわ。え、そうなのか？シャアはただ単に、ララーっていう信仰の対象をずっと崇めてるだけで、それ以外の子供はただ単に自分に甘えてくる迷惑で不愉快な存在でしかないわ。仮に本物のロリコンだったとしたら、13歳の女の子を迷惑に感じて、適当に強化して捨てる？というかロリコンじゃなくても13歳の女の子を強化して戦場に出そうとか、思いつきもしないわ。13歳って、大体のプリキュアよりも年下なのよ。最近の有名な13歳なら、この子よ。それを自分から誘っておいて、懐かれたら迷惑に感じて、簡単な強化処理施して戦場に出すって。温厚な私でも助走をつけて蹴り入れた上で追撃したいレベルよ。でもハサウェイは、そんな真似しないの。ギリを利用するなんてせず、むしろ遠ざけようとしてるわ。この二人は、辿ってきた道は似ていても、本質が決定的に違うのよ。多分これは、ご両親の教育の賜物だとは思うわ。そう考えると、シャアもかわいそうではあるのだけどね。でも、クエスを使い捨てた時のシャアは、33歳のおっさんよ。もう同情されて良い年じゃないわ。おっさん。それでも、シャアのことを憎みきれないのは、彼の内面が甘々でグダグダで迷走しまくってるからなのよね。そうなのか？うん。シャアってね、小説版ハサウェイと、映画版ハサウェイを、足して2で割らない過去を背負ってるのよ。全然わからないんだぜ。ほら、小説版のハサウェイは、クエスを自分の手で撃っちゃったルートで、映画版ハサウェイは守ろうとしたけど逆に守られて目の前で失ったルートよね。そういえばそんなこと言ってたような。シャアはね、守られて失った経験をララースンでして、つい撃ってしまった経験を、ガルマザビでしてるのよ。前半の解説に合わせるなら、シャアの仇である A の息子の一人ってやつよ。じゃあ、シャアは仇討ちをしたのか？した、といえばそうなんだけどねー。そもそもガルマはシャアのお父さんが死んだ時子供だったし、ガルマ自身も底抜けに良い奴だったのよ。さらに言うなら、士官学校でシャアとガルマは同室でね。思春期の時代の3年間を、ガルマとシャアは友人として過ごしたのよ。そりゃ3年もいれば、変な寝言聞いちゃったり、変な寝相見ちゃったりとか、復讐相手が生の生活というか、生きているところを知っちゃっただろうし、その上で底抜けに良い奴で、だけど向上心が強くてシャアに対抗しようとしていて、シャアに食ってかかってくるくせして、そのシャアに自分の弱みとか悩みをぶちまけたりと。本当に、後にも先にもシャアの対等な友人は、ガルマだけだったのよ。だってその後に出会う人たちって、誰も彼もシャアに何か大きなことを求めたり、導くことを期待して集まってくる人ばかりじゃない？でもガルマだけは、シャアの前を歩こうとした上で、本当に友達をやっていたのよ。シャアだってね、ガルマの前では自分のことを、俺って言うのよ。シャアだって、本当に心を許していたのよ。けど、偶然ガルマを殺せるタイミングが来ちゃって。ああ。そこからは、ハサウェイがマクティーになったのと同じよ。友達を殺してしまったことが悲しくて、虚しくて。多分、ハサウェイのように何かが壊れていたところを、ララースンっていう少女に出会って、ニュータイプ主義、という思想に傾倒したのよ。つまるところ、シャアが多くの人たちにとってのキリストやブッダなら、シャアにとってのそれがララーだったのよ。でも、そのララーは目の前で殺されて、シャアは二度、壊れたのだと私は思うわ。シャア、ハサウェイにこれをやらせるのなら、ギリを仲間に引き入れた上で、ギリすごい、ギリは賢いなってどんどん仲良くなったあたりで、ギリがハサウェイをかばって死ぬ感じかしら。えげつないんだぜ。でも、ハサウェイはギリを遠ざけたのよ。ハサウェイ。ちなみに、余談だけどシャアのルートは大きく分けて3つあるのよね。まず一つ目、私たちが今語った、アニメや映画版のシャアね。言ってしまえば、迷って何もできずに中途半端な存在となった人よ。愚かすぎるんだぜ。そして二つ目が、ガンダムジオリジンと呼ばれてる作品のシャアね。これだけ例外で、キャラクターデザインをした人が描いたシャアなのよね。どう違うんだ？シャア、という人をこの世に生んだのがジオリジンの作者さんで、シャア、という人の性格や生き様もろもろを決めたのが、別の人、ガンダムの総監督の富野義行監督よ。決定的に違うのは、富野監督のシャアは迷ってアマちゃんって感じで、ジオリジンのシャアは、迷いはあるけど冷徹さが勝つ感じかしら。いろいろあるけど生の人間である敵が富野シャアだとしたら、ジオリジンのシャアは悪に寄ってる感じよ。そしてもう一つ、マイナーなんだけど、これまた富野監督が書いた小説版のファーストガンダムのシャアがいるのよ。どう違うんだ？小説版のシャアは、ガルマを裏切らなかったのよ。え？それどころか、ガルマ、寄せ。って止めようともしたのよ。もちろんその中で、ガルマだって仇なんだから良いじゃないかって思ったりもしたのだけど、それでもシャアは最後までガルマを裏切らずに戦ったのよ。そして、ガルマの最後の言葉を聞いて、撤退していったの。
ガルマの死に対して、もう何の感傷も湧かなかったとか思ってるくせして、昔のガルマの言葉を思い出したりしてるのがシャアなのよ。でもこの違いは決定的でね。シャアはアニメと同じようにララーを失ったけど、最終的にシャアはアムロたちの側に寝返ってるわ。まあ正確に言うと、シャアが寝返ったというよりも、アムロ側とシャア側が同盟を結んで、共にジオンを倒しに行くみたいな感じだけどね。そしてシャアは、ハサウェイのお父さんたちと一緒にジオンのトップを倒したり、物理的手のひら返しをしたりして、ジオンを掌握して、連邦と講和条約を結んだり、ジオン共和国にしたりと、なんかすごい活躍してるわ。つまるところ、これがおそらくは壊れなかったシャアの、本当の力なのよね。優しさと甘さと冷徹さを全部持ったパーフェクトシャアって感じかしら。そんなわけで、後半のシャアが語りをまとめると、理想論だけじゃなく現実的な意味を含めて、世界を平和にできる力を持った男が、そうはならなかった物語って感じかしらね。なんだか悲しいんだぜ。そうね。そこが魅力なのだろうけど、ところで物理的手のひら返しってなんだ？え？ああ、ほら、モビルスーツっていう巨大なロボットの手のひらに人を乗せるとするじゃない？うん。そこで手のひらをくるって返したらどうなる？あ、まあ、そういうことよ。ガルマは本当に良い子だったけど、この手のひら返しをされた人は全然そんなことなかったからね。というわけで、今回の動画はここまでよ。シャアってどんな人？をまとめると、ハサウェイと境遇はそっくり。でも中身は別物。というかシャアの方が地獄。ハサウェイよりも世界を導ける可能性あったけど、全部壊れてそうはならなかった人。って感じかしらね。ふむ。いかにコンパクトにまとめようかっていろいろ削ったけど、それでも16分とかになってしまったわね。削りすぎでは？あくまでも先行のハサウェイから入った人向けだしねー。難しいわ。次回は何を語るんだ？ここまで来たら、次はアムロよ。Gジェネ新作の発表でもない限りはね。そんなわけで、今回の動画はここまで。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。